この巣は。そこのあなた、今日が何の日かご存知ですか？いや、知らないけど。なんと、今日はアクシズ教の美人プリストであるこの私、セシリーの誕生日なのです。さあ、遠慮なんていりません。私のために好きな料理をおごらせてあげます。ああ、ちょっと待て。誕生日はめでたいけど、なんで俺が。あれ、セシリーだよな。何やってんだ。誕生日を出しにして他の客に料理をたかっているようにしか見えませんね。その愛くるしい声は。やっぱりめぐみんさん、私の誕生日をお祝いに来てくれたのですね。えい、うわ、いきなり抱きつかないでください。いいじゃないですか、誕生日くらい思う存分めぐみんさんをめでさせて。ちょ、お姉さん、顔が近いです。話して、話せ。めぐみん、お前の犠牲は忘れない。さて、アクアダクネス、俺たちは別の店に行くか。おい、カズマ。あら、カズマさん、どこへ行こうとしているのですか？そうよ、別のお店に行く必要なんてないわ。可愛い信者の誕生日なんだから、盛大に祝いましょうよ。アクア様、あなた様にまで祝ってもらえるなんて、なんという幸せ。カズマ、ここはもうお姉さんを祝うしかありません。祝うまで話してくれそうにないのです。ありがとうございます。店員さん、メニューにある料理全部お願いします。支払いはこちらのカズマさんで。な、少しは遠慮しろよ。誕生日なのだからいいではないか。他のみんなも呼んで祝おう。私も後で10分の1セシリー人形を作ってプレゼントするわ。ダクネスさん、アクア様、しゃあねえな。それじゃあ各自飲み物を持って。セシリー、誕生日おめでとう。本当にありがとうございます。では皆さん、お祝いついでにこちらの入信書にお名前を。この巣は。どこかに可愛いロリックは落ちてないかしら。何も聞かず、この入信書に名前を書いてちょうだい。世界には2種類の人間しかいないわ。アクシズ教徒か、アクシズ教徒になりたい人か。エリス教の邪教徒たちにはちょっとしたお仕置きが必要よね。